これ配信する前の、すごいすごいすごいこの写真一番太ってて、不節制繰り返して、ロルして飯食って寝てを繰り返してて、ニーズやってて、なんか、眉毛は、みたいじゃない似てない？いらねー！やってきまーす。意外とうまそうでしょ？羨ましいわ。食べても一生太らない体質の人とか言って。俺食べたらすぐ来ちゃうからさ。マジで一瞬で来んだよね。男で9はもうプロでしょ。男で9って食に本当に興味がないか、そういう、お仕事してるかどっちかだよ。俺のサウナ配信見た人わかると思うけど、俺の体脂肪率があれ、14だから。14。14とか13。だからこれ以上痩せちゃうと多分俺こけるんだよね。ってなるから、って体脂肪率って正確なのは体重計で測れる。あのね、体重計でも高いやつを買わないと多分無理。ジムとかに行ってタニタの体組成計ってやつに乗んないと正確なのは無理で、家に買うのでも1万とか2万とかするのじゃないと正確なのは無理だね。ジャスタン太ってる時20いったのかな。余裕じゃない。だって俺が配信してて太ってる時、実家にいる時だって俺20だもん、体脂肪率。俺の実家にいる時の画像とかないんかな。太ってる人の体脂肪率が多分23とか25とか。一桁はちょっとね、本当にアスリートか、マジで細えなみたいな人いるじゃん、たまに。ガチで折れちゃうんじゃねえかぐらいの。シャルル氏体脂肪率どんぐらいなんだろう。30とかなのかな。もっとあると思うな。わかんない。その上がわかんねえやん。スターさんって昔からかっこいい。学校でモテてた。いや、学校で一番にモテるタイプじゃない、俺は。このまんまだから。学校でモテるのってやっぱちょっとね、ウェーイみたいなタイプじゃないんだよね。ちょっと静かめなタイプ。一番モテるのが、学年の変わり際。学年の変わり際はバカモテる。なんでかっていうと、後輩が見に来んのよ。2年の先輩にかっこいい人いるよ、つって。キャってなるんだけど、1週間後ぐらいにスンってなくなる。一切ないから、1週間でバレちゃったんだと思って。あ、1週間でバカじゃった俺のこと。もうちょっと隠しときゃよかったなと思って。学生の頃の写真、 Twitter にも何回か上げてるけどね。めっちゃなんか垢抜けた学生って感じじゃないよ、今時の。 SNS とかが発達してないから。これ見えっかな。服もダセーし。懐かしい。これつけてたわ。平成の男ってさ、バカデカキーホルダーつけるんだよね。バカデカバカデカキーホルダー。どっちが本体なんていう。あ、眉毛も平成だわ。笑え、ちょっとこれはダサい。眉毛が平成すぎる。ほっそ。平成7年生まれがね、もう細ければ細いほどかっこいいから。もう修二と明、水島ヒロとか、まあ、ペケーンってなったからね。うん、時代感じるね。見て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 、これ配信する前の、すごいすごいすごいこの写真。この写真が、俺配信する前、一番太ってて、不節制繰り返して、ロルして飯食って寝てを繰り返してて、ニーズやってて、70キロあった時、これ。丸いでしょ？ぽよーんってしてるね。70キロだね。すごい、なんか河川さん、なんか、眉毛は河川さんみたいじゃない？なんか河川さんに似てない？ね、めっちゃ似てるよね。髪型も河川じゃん、これ。なんかデブいでしょ？デブいよね。これ坊主にしてた時の俺、これ。初めて坊主にした時の。これ良かったな、この時状態。これ一番いい。これ、ね、定期的に俺もツイートする。俺の親父ね。これ俺の親父。すごくない？すごくない？
煮すぎてない？煮すぎてるよね。マジ似てるんだってって感じかな。結婚しようだって、ついに子供ができました。これから我が子にサブスクしていこうと思いますので、これが最後のサブスクだ。そっか、61ヶ月か。ご苦労、ありがとう。アープラサブスクは釈さんにします。おい、なんでだよ。なんでだよ。ふざけんなよ。ふざけんな。それは俺によこせや。鎖余っとんのじゃ。あっちの配信なんてサブスクライブ。頻度か。あ、でも61ヶ月ご苦労。結婚おめでとう。お子さんおめでとう。なんか渋春さんっていう人、俺面識ないんだけどさ、ティファニーの麻雀買ってたね。ティファニーってえぐいんだよ。あれ多分100万とか120万とかすんじゃない？もっとすんのかな。 200！ やーばー、やーば、マジですごすぎるだろ。まあでも今からみんな、配信者のみんな、お金を使いまくる時期ですよ。確定申告が迫ってきてるんで。だからみんななんか、こんなことにお金を使いましたよってツイートする時期だから。みんな見てな、ツイッター。俺は別にもう普段から使ってるもん、お金は。なんか高いものドーンとかいう買い物俺しねえからな。最近買った洋服？最近買った洋服？なんだろうな。な、俺だって今日のこれなんてザラだぜ。どっちもザラよ、これ。あれ、高えかもしねえ。あ、でもアウターは高えわ。ちょっと待って。この前、冬服をドカーンと買ってきたんだよね。これね、これ12万ぐらい。でも多分俺ずっと着るからさ。これね。モコモコ系。でも配信者のみんなって多分他の人もっと大変だと思う。売れっ子配信者の方々、お金使わないと経費えぐいと思うんだよね。彼らはマジで持ってかれちゃうから、配信者のみんなもっともっと買い物してもいいと思うけどね。やっぱり YouTube と違って主な収入源がサブスクライブだから、金、ちょっとこの人持ちすぎてんじゃねっていう人にいたわ。サブスクライブする欲も薄れちゃうっていうのがみんな分かってるから、金持ってるアピールできないんだけど金を使わないといけないっていう、この負の連鎖、難しそう。俺別に物じゃないんだよね。なんだろうな、俺が普段使ってるもの、それこそパーソナルジムとかブランドの物品って感じじゃない、感じじゃない。パーソナルジム、整体、あと習い事、それこそ今言ってる週3の1回3時間のスクールで月3万6000円とか、そういうのにポンっていう。俺はもう完全に経験とこの美容に使ってるね、お金は。食べ物は回転寿司が多いかな。錦糸町の回転寿司安いところ行ってる。それか、最近は佐藤のご飯にいい卵を2個トッピングして卵かけご飯かな。それが俺の主食かな、最近の。あと俺、多分人より声かけられる頻度が多いの。めっちゃ。なんでかっていうと電車使うんだよね。配信者って金余ってるから電車乗らん。例えば、錦糸町から、タクシーで、新宿まで行くってなったら、3000円から4000円の30分なわけ。でも、電車で行ったら、片道19分の300円ぐらいなわけ。で、別に俺運動嫌いじゃないから歩いていいじゃん。だったら、どっちにするかってなったら、電車になるだけ。早いじゃんね、単純に。まあでも使わないと逆に彼らは、苦しむことになるから、俺たちのためには使ってほしいけどね、金はバカバカ。溜め込むよりもさ。
社会に出してほしいよ。